おはようございます。おはようございます。どうも、今日から仕事です。頑張りましょう。おはようございます。何連休だ俺。何連勤かな。あ、何連勤か。はい、ドラゴンさん、おはようございます。昨日花火ありがとうございました。ドラゴンさん、いらっしゃい。楽しんでてください。わどつです。怒涛の休みは終わりだな、これでな。怒涛の休みは終わるわ。おはようございます。未来さん、未来さん、未来さんって未来さん？昔見てました、僕の放送。未来さん、ニコ生時代。未来さんって未来さんかな、違うかな。男性の未来さんですかね。昔未来さんっていう固定班の方がいらっしゃったんですよ。あー、そっか、じゃあ別の方かな。久々に見てくれたのかなと思って。あ、すいません、失礼しました。楽しんでいってください、未来さん。結構前の話だけどね。おはよう、ヤギちゃん、おはようございます。楽しんでいってください。おはよう。おはようございます。髪の毛、そうだね、だいぶ切ってないっすね。伸びたかもしんないな。そろそろ切ろうかな。足は大丈夫っすよ。ラオさん、いらっしゃい。足大丈夫です。大丈夫大丈夫。大輝さん、おはようございます。長めだと優しく見える。長い方がいいかな。長い方が似合うんだったら長くしようかな。でもなんかさ、俺デコッパケだからさ、あんまり長くしてると隠してるみたいになるから嫌なんだよね。なるべくおでこを上げるようにしてるけど。やっぱさ、おでこがハゲてて隠すとさ、なんかハゲ散らかしてるみたいにならない？それがちょっとね、嫌なんだよね。堂々と出した方がやっぱ男らしいから。
別に俺はハゲててもかっこいい人はいると思ってるから。っていうしかないんだけどね。自分もたまに新宿から浅草にある、新宿から浅草にあるダーツ居酒屋の店まで歩いてます。すごいね。新宿から浅草まで相当距離あるよ。4時間ぐらいかかんないですか。すげえな。でもね、4時間超えてからきついっすね。ハゲてても可愛い人いるいる。ハゲててもかっこいい人いるんだよ。日本人ってね、なんかハゲのかっこよさみたいなのがないから、なんかね、海外の人だと、その背の低いかっこよさ、背の高いかっこよさ、ハゲてるかっこよさみたいな、いろんなジャンルがあるんだけど、なんか日本人ってそのステレオタイプなイケメンとか、みんながかっこいいって思わないとかっこいいって言えないような文化があるよね。俺はそれ違うと思ってるから。バーガープレゼントありがとう。自分も身長低くて悩んでる。あね、もうね、体のコンプレックスはね、悩まなくていいと思うよ。俺すげえ毛深いんすよ。あとハゲてるでしょ、あと打ち出しでしょ、あと発音、顔面麻痺もあるし、発音も悪いって切りないよ。言い出したら高身長高収入美形の髪の毛性格理想高すぎますよね。俺思うんだけど、なんか私職業何ですかとか いう女とか、身長何々ないとダメっていう女いるけど、そういう女に限ってろくでもない女ばっかりだからね。こいつ鏡見たことあんのかっていうお前が人のこと言えるような生き方してんのかっていう疑問はあるよね。確かに大丈夫か、おいみたいな。あ、身長コンプレックスなんだ。コンプレックスは早めに克服した方がいいと思うよ。うちたちはね、女の子だと可愛いんだけど、男は間抜けだよ、やっぱり。男は間抜け。絶対間抜けだと思うよ。ミタパンも打ち出し、あーそうだね、平野綾香とかね、打ち出し結構いるよね。打ち出しは結構多いよ。はい、ワード2、小鯛さんいらっしゃい、楽しんでてください。おはようございます。おはよう。質問です。画面右上の人数表示、はいはいはい、分母は何を示してるのですか、分子は何を示してるのですか。あ、なるほど、ドラゴンさん配信初心者ですね。ここにある、85名というのは、この放送、今10分ぐらい放送やってますけど、10分間で85人通過したことになります。で、32人っていうのは今見てる人ですね。32人は今見てる人、つまり85人が出入りした中で33人ね、33人今残ってる計算になります。つまり50人の人はいなくなったってことです。今36人同時に見てますよってことですね。つかすちゃん、おはよう。おはようございます。そういう計算です。おはよう、ニラタムさん、おはよう、楽しんでて。おはよう、くみだん、おはよう、楽しんでってください。
はい、亀尾さんワード2、なおちゃんワード2、おはよう。みんなおはよう。おはようございます。合計人数って言っても、同じ人もカウントされる？それとも一人一アカウント？ですね。例えばみんなが一斉に、こうブラウザバックして、ブラウザバックって言って一回放送出てすぐ入り直したらカウントされます。だ人数っていうかね、部屋に入った回数だと思った方がいいかもしれない。出入りした回数なんですよ、97って表示されてる方は。で、あのリスワンの時はあの純粋にカウント、あの1人の何人っていうのをあの携帯電話の数で計算してる。体はねまだちょっと若干痛いっすね。若干痛い、しょうがないね。若干痛いっす。そうそう、でもまあみんなはあんまり気にしなくていいことだと思うよ。これを配信者が気にすることであって、リスナーさんはさ、ほら純粋に見るしかないから、応援するって言った時はだからそれしかね、あんまり気にしなくていいんだと思うよ。ただ、あ、この人、力持ってるんだなとか、あ、この人、どうなんだなっていう指標にはなるよ。あ、この人、これだけ見るんだ。あ、同時閲覧で。いや、頑張ったよね。辛かったよ。いや、頑張ったよ。辛かったっすよ。あれだけ過酷だったら仕方ない。まあまあね。靴を間違えたのが一番でかかったよね。靴を間違えたっていうところが。同時に見てる人は誰とかコメントがなくてもワドツは、ワドツはわかるものですか？ありがとうございます。あ、僕は誰が見てるかわからないですよ。コメントもらうまで誰が見てるかわからないんです。コメントもらうしかないです。コメントもらって初めて、だからみんな挨拶してねって言ってんの。あのラジオみたいに聞きたい人でも最初だけは挨拶してねって言ってんのはそこなんですよ。今誰が見てるのか分かるとやっぱり嬉しいじゃないですか。それで挨拶だけはちょっとお願いしてます。 見に来た時だけワドツーってみんな言ってくれてんの。スニーカーにしたらよかったね、本当にね。本当にそう思う。失敗したよね。まあでもこうやってね、一個一個勉強になるのが面白いですよ。全国の旅はどこからスタートですか？新宿、僕の家からですね。僕の家からスタートです。一歩家を出たら旅のスタートってロマンチックだね。そうそう、ドラゴン、あ、ドラゴンさんあんまり配信見たことない人なのかな、もしかして。最近の人ですか。放送は面白いですよ。はい、ラジオで歌子さんいらっしゃい、ワドツ。サンチさんおはよう。たくみさんおはよう。仕事、今日仕事ですよ。コンプレックスはなんだろうな、コンプレックスの受け入れ方っていうか、あのね、どんなに綺麗な人でも、どんなに成功してる人でも、コンプレックスって絶対あるんですよ。完璧な人間って神様ってことでしょ。完璧な人間っていないっていうことを理解することがすごく大事だと思ってて。完璧な人間はいないんだっていう、そう。なんか、俺は結構ね、仏教を勉強して、
仏教に救われた部分っていうのは結構大きいかな。っていうのも仏教ってさ、ほら、まあ最先端のこととかわかんないじゃん。最先端の悩み、どうやってお金儲けようとか教えてないけど、生きること、死ぬこととか、その根源的なことを教えてくれるのよ。だから若いうちに仏教と出会えたっていうのは俺は結構参考になったかな。なんか、子供の頃からいろんな悩みを抱えてたんだけど、そのほとんどが仏教が教えてくれたっていうか、ブッダが教えてくれたんだよね。独学だけどね、誰かお寺に行ったとかそういうわけじゃないけど。おくみたんバカありがとう。うん。ああ、つかつちゃんありがとうね。うん。それは本当に思う。特定の宗教をおっしゃりとかそういうわけじゃないんだけど、俺は仏教はかなりでかかったなと思ってるね。感動した。ああ、いえいえ、そんな感動とかじゃないから。俺の放送は感動してみるもんじゃないから。おはよう、エミちゃん。おはよう。ニアンさん、おはよう。おはようね。うん。仏教面白いですよ。なんか結構ね、日本人って仏教徒の国なはずなんだけど、仏教が何なのかを結構知らない人が多くて、神道も知らない人多いぞ。うん。この世は苦だと悟った。そうだね。一切皆苦っていうお経だね。お経の中には一切皆苦って書いてあって、うん。この世に生まれた全ては苦しみだっていうことを説いたわけですよ。ニャンさん、パフェありがとう。ありがとうね、ニャンさん。一切皆苦、うん。あ、僕の名前はワドですよ。ちなみに言うと、あの、ドラゴンさん、僕の名前ワドって言うんですよ。うん、で、ワドツっていうのは、あの、挨拶のことなんですよ。ワドお疲れ様ですって意味なんですよ。だから僕の名前ワドツじゃないです。うん、昨日、ノンタンの家族に挨拶行ったの。いや、そうじゃなくて、ノンタンの家にカラオケがあるんだけど、そう、別の部屋にあって鍵がかかってるって言って、まあ、弟さんが鍵持ってくるわっていうことで、ああ、じゃあ、挨拶しようっていうことになって。そんな感じ。ワドツって名前じゃねえわ。その苦しみも空だと説いたんでしょう。ね、その苦しみも空だと説いたのはナーガールジュナっていう人なんですよ。まず、仏教の中で、派閥っていうのが大きく分けると2つあって、大乗仏教と小乗仏教っていうのがあって、その空っていう考え方は大乗仏教って言ってかなり後半に出てくるんですね。で、竜の木、ドラゴンの木って書いて、ナーガールジュナっていう、その、まあ、お釈迦様ぐらい有名な、その、仏がいるんだけど、その人が天才だったんですよ。もう超頭が良くて。で、仏教っていうのは、その言葉で講伝していったんだけど、その人っていうのは理論体系を作った人って言われてんの。ナーガールジュナっていう人が。で、ナーガールジュナが打ち出した論理っていうのが、ブッダが悟った。要は、ブッダが説いているのは空であるって考えたの。それが空論っていう本なのね。空論っていう、まあ、空を論じたっていう本なんだけど、名があるとか。それで仏教が爆発的に広がるっていう背景があるの。中国大陸とかで。うん。おはよう、エージェント。そう。だから、その苦しみを空だと説いたのは、実はブッダではない。厳密に言うと。名があるジュナっていう人。ブッダっていうのは、なんて言うんだろうな。大気説法っていう論法を使ってたんだけど、頭の悪い人には頭の悪い人。主婦には主婦の、官僚とかには官僚の、王様には王様、それぞれ違う説法を説いてるの。簡単に言うと仏教って矛盾しまくってるのよ。この人にはこういうことを言ったじゃん。この人にはこういうことを言ったじゃん。これって論理体系として合ってないじゃんっていうことがいっぱい出てくるのね。で、その論理っていうのを一つに、要はその宗教化するときにさ、教義化しないといけないわけじゃん。それを作ったのがナーガールジュナ。だから、その、空じゃないっていう風に考える派閥もあるの。有意識仏教とかね。でもまあ、基本的には一緒よ。基本的には一緒。ただ、その解釈によって派閥ができてるって感じ。で、ドラゴンさん、これからもよろしくお願いします。いや、来てくれて嬉しいっす、本当に。放送に
般若心経っていうのがまさにその空、色即是空とか空を説いてるんだけど、般若心経はだから大乗仏教系ですよ、うん、宗派いっぱいある。で、特にその日本の宗派っていうのがまたややこしくて、普通何々なんだろう、なんとか宗とかで覚えると思うの、日本人だったら。あ、曹洞宗なんだとか、そうでしょ、あ、空海なんだとか、最澄なんだとか、そういう覚え方でしょ。あ、創価学会なんだとか。でも、根本的に覚えておかないといけないのは、日本っていうのは中国大陸から仏教が入ってきてるから、そもそもね、仏教の順番が違うのよ。時系列と一緒になってないの、日本の仏教って特殊で。だそこが俺は問題だと思ってる。うん、日蓮宗、日蓮がだから創価学会系じゃなかったっけ、合ってるよね。日蓮宗の派系が創価学会だよね。だから日蓮大僧正っていう単語が出てきたら創価学会だと思っていいんだよね。ちょっと待って、俺も日本仏教疎いから調べるわ。日蓮は法華経だよね。浄土真宗、合ってるよね。日蓮宗が創価学会になったんじゃなかったっけ、合ってるよね。違う、学会は日蓮宗は波紋になった。そうそう、日蓮宗が一番でかかったの、日本で。で、内部分裂して半分に分かれたのが創価学会だから日蓮系で合ってる。で、確か、一番日本に古いのが天台宗じゃなかったっけ？うん。釈迦とか現代で言えばニートだよね。その解釈は多分間違ってると思う。仏教を理解してないからそういう風に考えると思う。もっとすごい。うん、簡単に言うと、スーパーニートなんだけど、説得力が半端じゃなくて、国王とかが土地与えてくれたりとか、どんな人も金と、食い物と、信者、要は論破しに来たやつを弟子に変えちゃうし、お前なんかエセカルトだよって言ってきた国王とかも自分の傘下に入れて土地とか与えられたりとか、ニートはニートで認識で合ってると思うの。ただそのニートのレベルが半端じゃないの。要は、お前ニートじゃんって言いに来るんだよ。天台宗はトバメツさんもそうだね。天台宗でハワイ別支別の部長かなんかだから、ハワイのトップがトマベスさんじゃなかったかな。そう。だから、ニートっていう認識はちょっと甘い見方で、スーパーニートっていうか、もう天才だよね。天才。時伏せに来たやつをことごとく論破して信者に変えていく力を持っていくわけだから。だからね、ディベートの天才だったんだと思うよ。すごいよね。まず、仏教の、最初の頃のお経っていうのがあるんだけど、要は、後の方にできたお経ってさ、捏造されていくじゃん。要は話を盛られるんだけど、最初の頃のお経っていうのを、俺原始仏教っていうのをおすすめしてんだけど、エピソードがすごい面白いのよ。例えばね、釈迦ってもともと、バラモン教のいろんな派閥の、マスター、師匠たちからもう弟子になって、で、もう超優秀だったの。何やらせても天才で、で、これじゃない、これじゃないっつって、いろんな宗派を渡り歩いていくのよ。7年間。で、どこでも天才って呼ばれてたから、要は、お前を後継者にしたいって言われ続けたのよ。でも、私が求めてるのは本当の悟りだから、つって、丁重にお断りして、次々行っていったのね。で、面白いのが、悟り開くまでに、すごい、もう、なんか優秀な弟子たちがいるんだけど、ライバルっていうのかな。まあ、釈迦のことリスペクトしてるやつがいるんだけど、そいつらにまず会いに行ったの。まず釈迦は。要は、俺の悟りを教えてやるには、要は、仲間たちに教えてやるかっつったけど、相手にされなかったのよ。で、相手にされなかったら、どうしたかっていうと、釈迦は、野原に座って、ずっと小鳥とか鹿とかウサギとかに説法を続けてたの。っていうエピソードがあって、それが面白いんだけど、要は動物、誰も人間聞いてくれないからって言って、鹿の悩みとかを、なんか脳内空間でずっと悟してたんだよ。そしたら、
その弟子たちがなんか1ヶ月かに1週間か忘れたんだけど、見に行ったらあいつ動物に囲まれてるよっつって、で動物が感動して聞いてるよっつって、教えてくんねっていうところから勧誘がスタートするんだよ。そう、うん、だから本当はお坊さんっていうのは、あの仏教って面白いんだけど、呪文の禁止っていうのをやってるの、釈迦は。要はわけわからない言語でその呪文を唱えるかのごとくお経を唱えたらダメですって明確に言ってるのね。だけどあのそれが変質してしまったのが日本の仏教だよね。まず冠婚葬祭に関わるなってブッダは言ってんの。結婚式とか、あの結婚式とかお葬式とかそういうものは全部宗教だから、で宗教じゃ人は救われないからって釈迦言ってんのよ。だからあんなものはあの俺の部下になるっていうか、俺の教えを聞くんだったら関わったらダメだよって言ってんの。で、あと呪文の禁止、うん、相手に分かりやすく喋らないとダメだよって。そんなあのハニャハラミーターとかハニャハニャハニャとか言っても人は救われないからって。だからそういうことを禁止っていうことを言ってるんだけど、日本って思いっきりやっちゃってるでしょ。だから俺は日本の仏教は仏教ともう全然違うっていうことを言ってんの。釈迦がやったらダメって言ってんの、やりまくってんだよ、ね、あと偶像崇拝って言って仏像も作ったらダメなんだよ、絵も描いたらダメなんだよ。あの大事なのは俺じゃないからって、俺のこと尊敬しても救われないからって言ってるの、明確に。全然違うよね。そう。で、なんでそうなっちゃったかっていうと、日本っていうのは中国大陸で作られた道教儒教の教えが混ざった、要は中国でアレンジされた仏教というのが日本に入っちゃってるの。イスラム教、うん、だから原始仏教ってやっぱそうだよ。原始仏教じゃない、原始宗教って。やっぱイエス・キリストも同じようなこと言ってるからね。うん、はい、一応ありがとね。いってらっしゃい。そう。イスラム教はね、仏像破壊してるよね、だから。うん、じゃあどうしたら真に救われるの？まず、そのブッダが言ったってことは一切皆苦であったりとか、まあ諸行無常であったりとかいろんなこと言ってんだけど、だからもう諸行無常とか一切皆苦っていう言葉が呪文なんだよ。ブッダが言ったことっていうのは、この世には宇宙法則があるって言ったの。この世には宇宙、多分ね、現代語で訳すと宇宙法則っていう言葉が一番俺はしっくりくるんだけど、仏教用語ではそれをダルマっていうのね。で、面白いのが、仏教っていうのは、あの、神様がいるわけじゃないのよ。だから、神様が運命を決めるわけじゃなくて、そう、宇宙法則をちゃんと理解できた人間っていうのは正しく生きることができるでしょって。だから、人間っていうのは一切皆苦、すべてが苦しみのように感じるんだけど、その苦しみを解放することができるって言ったのよ。そう。わかるかな？真に救われるっていうか、だから、簡単に言うと、ブッダっていうのは超人間とかって訳した方がいいの。あの人間を超えた存在っていう、もともとブッダっていうことはサンスクリット語で目が覚めた人って意味なのね。目覚めた人とか覚醒者みたいな意味なの。だからブッダっていう用語がね、ちょっと分かりづらいんだよ。仏っていう概念が目覚めた人みたいな、さ、あのなんかちょっと中二病っぽい感じなんだよ。覚醒者みたいな名前なの。だからあのみんなブッダっていうと一人しかいないと思ってるけど、ブッダっていうのは無限にいるんだよ。で、その中でその開祖っていうかね、その俗に言うお釈迦様って呼ばれてる人は、なんで釈迦って呼ばれてるかっていうと、釈尊とかさ、釈っていう言葉がつくでしょ。あれは釈貴族の王様だったから、王様じゃない、王子様か。そう、釈迦国の王子様だったから、うん、そうだよ。だからさっき言ったその中国大陸の大天才のナーガールジュナっていう人も悟ってるわけだし、だからあのなんとか菩薩とか、あ、な、菩薩は違うんだけど、あの仏像いっぱいあるでしょ、うん、だから俗に日本で言われてるのは大日如来が釈迦になるのかな、合ってる？日本仏教俺が疎いからな、うん。で、どうしたら救われるのかっていうのを教えたのが、まあ簡単に言うと八正道っていうんだけど、あの、これをやってなさいっていう、もう本当に基本的なことだよ、日本人からしたら。八正道。八正道、読み上げます。正見、あ、じゃあ正見じゃない、正見、正しく見ること。
まあ正しく見ろっていうことだね。で次は小子優位、正しく考えろ、正しく判断しろって意味ね。で正午、嘘をつくなと、要は正しい言葉を使いなさいって。正午、要は人を殺したりとか盗みを働くとかみだらな性行為とかするなと。で正妙、要は道徳に反する職業とか仕事はしないでちゃんと仕事をしなさいって。小精進、未来に起こる不全を起こらないようにするとか、すでに起こった、要は過去とか未来にとらわれるなってことね。で少年、真珠信奉に注意を向けて、現在の内面の状況に気づいた状態でいる。これは体であったりとか心であったりとか、そういうものと常に内面性と向き合いなさいと。症状で正しい集中力、これサマディって言うんだけど、を、持つことっていう。まあだから日本人からしたら当たり前のことだよね。この当たり前っていう母題を作ったのがそのブッダです。ひろきつさんおはよう。でこれを言葉では簡単なんだけど、これを徹底的にやれっていう。そう、毎日半然と真偽を唱えてた私は何だったんだろう。別に唱えててもいいと思うの、ただ意味が分かってなかったら無駄だよねっていうことをブッダは言ってるだけ。何が本当なのか分からなくて言われるままに、氏神様に参拝したり、墓参りして般若心経を唱えたりしてたけど、最近いろいろと疑問に思えてしまって。それでいいんだと思う。それは要は目が覚めてる状態だよね。だからお経の翻訳であったりとか、むしろお坊さんに質問をぶつけるのが普通なんだよ。ブッダも言ってるんだけど、肩書きであったりとか職業であったりとか年齢であったりとか、誰かに評価されてるとか周りの噂とかでその人を見れなくなるっていうのは正見、要は正しく見ることができなくなってる状態、要は洗脳されてる状態でしょって。だから悟ってないんだよって。だから思ったことはぶつければいいんだよ。で本物だったら答えられるわけじゃん。本物のお坊さんは絶対答えられないとおかしいから。だけどそのすごいと思ってたお坊さんに質問ぶつけたら逆ギレしたりしたら、あこいつに悟ってねえじゃんって、こいつ生倉坊主じゃんっていうのに気づくじゃん。なんだ金欲しいだけじゃん。だから俺は日本の仏教っていうのはその下手したらオウム真理教並みに結構ずるいんじゃないのっていうのは言ってんの。武士道の考え方は根本的に違う。武士道のもともと武士道っていうのは新渡戸稲造が、ちょっと待って、正しく言いたいからちょっと調べるわ。新渡戸だよね、武士道、日本人が武士道っていう呼んでるのは新渡戸稲造だったっけな、ちょっと待ってね、体型とかね、ちょっと待ってね、新渡戸稲造で会ってたっけ。まずそもそもが海外に向けて出版してるのが武士道っていう本なのよ。出版社は日本に向けて出版されてないの。外国人に日本人ってこういう生き物ですよっていうのを伝えるマニュアルだったのよ、海外向けの。でじゃあ武士道の元になってるものは何なのかっていうと、実は書物で残ってないの。なんでかっていうと禁書って言ってて、葉隠れっていうのが有名なんだけど、香典で武士たちが伝えていって本を暗記したら燃やしていってるやつだから。新渡戸で合ってるか、そう、新渡戸稲造が海外向けに。だから武士道っていうのにはかっこいいことばっかり書いてあるんだけど、実は葉隠れの中にはすごいことがいっぱい書いてあって、アナルセックスの仕方とか書いてあったんだよ男同士でどうやったら恋愛が結ばれるかで、アナルセックスは汚いからこうやってやったら病気にならないよっていうのが武士道の元になってる葉隠れっていう書物に書いてあるんだよ。そう、面白いでしょ。そうだよ。だからみんな知らないかもしれないけど、江戸時代の頃までの日本っていうのは男の人10人に1人は倍だから、男同士の出会い喫茶みたいなのがあったぐらいの、庶民の間でも。そう、だから教科書じゃ教えてくれないよねこういうことは、メモレイ若津、カッチンおはよう。そう、だから日本人っていうのはもともと、その性風俗に関してかなり進んでる国なの。そうだよ。だから武将同士でも恋文とか出したよ。武田信玄とか、誰だっけな、武田信玄の恋人誰だっけな、ラブレターとか送ってるよ。
あんなガチムチのおっさんなのに、うん、教科書では教えらんないよね。だからそれがアメリカから洗脳されて日本の文化っていうものを壊された証拠ですよ、うんうん、だってさ、あの海外の考え方とやっぱ違うもん。日本人ってその風俗に対して寛容でしょ、うん、ぶっちゃけた話、その西洋文化でその娘とか親戚の子とかがそのポルノに出るって言ったら相当揉めるはずなんだけど、今の時代、特にそう、今の時代っていうか日本人ってもともとそうなんだけど、娘が別に AV 女優になって売れてもいいんじゃんみたいなノリあるじゃん。どっかに。どっかにあるでしょ。風俗で働いてるとか AV 女優になったとか、お、いいんじゃんみたいな。本人の生き方だからみたいな寛容の精神あるじゃん。これってもともと性風俗に対して、すごい、その、なんつうんだろう。考え方が進んでるんだよ。あの、遅れてるって考えられてるけど、もともと売春の概念と全然違うのよ。例えば、多くの日本人が誤解してるのって、あの、吉原の花魁って存在をさ、風俗嬢だと勘違いしてるでしょ。要は、お金をいくらか払って、エッチができるのが花魁だって勘違いしてるけど、あれ全然違うよ。あの、花魁って、あのね、とんでもない給料に、今のね、価値で言うと確か200万円ぐらい払って、初めてその子とお食事ができるんですよ。うん。お食事ができるの。その、気に入った花魁と。で、花魁がその人のこと気に入らないとエッチできないんだよ。知ってた？すごい高級な、あの、キャバクラみたいな感じなの。花魁って。女の子が、その、いいって言うまで、女の子が選ぶ側なの。うん。知らなかったでしょ？でもあれだよ。安い店とかは違うよ。安い店とかは全然違うよ。うん。そう。だからこういうのとか、本当はね、あの、年寄りたちが教えていかないといけないんだよね。ちゃんとあれだよ。庶民の中では売春してるのはあるんだよ。だけど、みんなが、イメージしてる、オイランってさ、その、すごい綺麗な格好して、カッポするでしょ。こう、カコンカコン、高い下駄履いて。で、庶民から愛されてたりとか、スーパーヒーローじゃん。だからね、アイドルに近いかもしんないね。今で言うところ、スーパー、庶民のスーパーアイドルみたいな。そう。うん。そういう実はアダルティーなものだったりするのってあるよね。桃太郎。そうそうそう。桃太郎も、どういう話かっていうと、あれってさ、もう序盤からおかしいじゃん。桃が流れてきて、桃を割って、パカって割れたら桃太郎が出てきたって教えてるけど、あれは明治の時にそれを改変したんですよ。要は、教科書に載せるために、幼稚園とか小学校の教科書に載せるためにそういう風に改変したんだけど、もともと桃太郎っていうのは明治の前までどういう話だったかっていうと、桃が流れてくると。で、おばあさんがそれを食べたら若返るの。で、おじいさんはびっくりするって話なのよ。あーって、誰だあんたはつって、どこのべっぴんさんだつったら、私ですよ、おじいさんって。桃を食べたら、若返ったんですよ、つって、本当かつって、おじいさん桃食べたの。で、おじいさんとおばあさんが超若返って、その日、激しいセックスをしてできた子供が桃太郎なんだよ。だから根本的に、もう、その、子供に教えられないからっていう理由で、物語を改変してるから、なんかファンタジー、無理なファンタジー感が出てるんだよ。桃太郎は、その、若返ったおじいさんとおばあさんが暑い夜を過ごして、そうだよ、桃太郎って。それだって知らなかった？うん。そう。合ってるよね。多分この話を振ってくれたんだと思うんだけど。歌子これで合ってるよね。歌子が言いたかったことこれだよね。歴史も改変されるっていうのはそういうことよ。要はね、本当のことって都合が悪いから教えないんだよ。桃太郎やばいですよ、結構。アダルトの、いきなりエッチな話から入るからね。ピンクな話から入るから、うん。これはでもね、作為的にやってる部分と、作為的じゃなくて、要は大人の都合で改変していっておかしくなるパターンっていうのがあるんだよ。合ってるよね。もともと桃太郎の文献をちゃんと調べてる学者とかが言ってる説だから正しいと思うよ。多分。出生に関しては桃から生まれたとする場合や桃を食べた老夫婦が若返って子供を産んだとする場合がある。それね、検証したでテレビ番組かなんかがあったんだよ。なんだったっけな、俺の記憶だとトリビアの泉で検証をやってて、で桃太郎博物館で桃太郎の研究の
なんか第一人者みたいな人が唱えてたよ。うん。その改変した証拠とかも出してた。本来桃は、不老長寿の現象とかそういう話なんだけど、はあ。俺だけどね、桃太郎納得いかないのはね、鬼が何をやったのかがちゃんと伝わってないから、なんかね、やっぱりね、懲悪に聞こえちゃうんだよ。あれさ、鬼がどんな悪さをしてるか、全く話さないで、鬼っていうだけでさ、鬼ヶ島に乗り込んで、桃太郎って相当やばいやつだよね。相当やばいやつだよね。思わない？なんか。鬼めっちゃかわいそうじゃない？桃太郎の話だけを聞くと。ちゃんと歴史を教えてほしいですよね。いや、あのね、ちゃんとした歴史を教えたらやっぱね、この前も歴史の話したんだけど、みんなすげえよかった、すげえよかったって言ってくれたんだけど、やっぱ都合が悪いよ。うん。いろんな、その権力者とか、日本政府とかからすると。都合が悪い歴史が多すぎるんだよ。鬼にも子供がいて、子供が復讐する的な。うん。鬼とは言うけど、実際に鬼が暴れたり人を襲うシーンってない。あ、そうなんだ。おー。あ、そう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 。鬼が誰かを策略しててみたいな前振りが一切ないんだよね。鬼がいたから鬼殺そうぜみたいな話じゃん。鬼いるから鬼ちょっととっちめて、ボコボコにしようぜみたいな話だよ。すげえヤンキーな話だよね。俺だから、桃太郎ってクローズとかワーストみたいなジャンルだと思うよ。ぶっ込みのタクとか。ヤンキー漫画だよ、あれ。今で言うところの。お供の動物比較的弱め？うん。まあ。もっと鬼がいかに悪いかをちゃんと書いてほしいよね。ヤンキーだよ、ヤンキー、桃太郎は。でも、あれじゃん？その、新しく、その、新桃太郎とか書いたら面白いと思うよ。桃太郎っていうのを、だからアメコミでさ、ほら、バットマンシリーズをさ、あの、リメイクするときにさ、ダークナイトとかさ、あの、エイリアンシリーズをリメイクしたとき、プロメテウスとか、あの、スーパーマンをさ、なんだっけ、マン・オブ・スティールとか、名前変えるシリーズあるじゃん。あれを日本実写化でやんの。桃太郎何がいいかな？日本の実写化で、その、リメイクシリーズで全く桃太郎だって知らせないで、そう、そういうのかっこよくない？うん。鬼って名前だから悪いはず。それは思い込みでしょ。うん。和道さん、配信主で一番話が面白い。だからね、あの、雑学系話させたら結構面白いと思うよ。オタクだから。最近歴史に興味出てきた。学生の時は大嫌いだったけど。あー、歴史は面白いよね。調べれば調べるほどね。例えば、その、日本の総理大臣の話とかも結構面白いよ。日本の総理大臣って民主主義だから俺らの代表として選んでるかのように見えるけど、なんだ全然違うじゃんっていう。あの、それね、千葉さんとかがすごい詳しいんだけど、陰謀論で。あの、それ陰謀論でも何でもなくて日本の事実なんだけど、まずその、安倍さんが育った村っていうのがやばいのよ。安倍さんがね、安倍首相が、あの、育った村、要はその、地元っていうかその、地盤を持ってる山口県の、ある村があるんだけど、その村がいかにやばいかわかるよ。調べると。えって。もう財界人とか、総理大臣とか出すぎなの。その村から。寝てる寝てる。今日はすっきり。天皇と親戚でしょ。まあだから結局繋がってるってことだよね。だから、その、今の現代の基盤となってるのは薩長の流れなんだっていうのがよくわかるよ。薩摩長州。要はね、関ヶ原から続くね、内部構想の歴史なんだよ。うん、でもそれをできるセンスが監督いるかどうか。だからもうアメリカに持ってくんだよ、企画書。アメリカに持ってくんだよ。でもね、かぐや姫ってみんな物語見たことある？かぐや姫って面白いよ、やっぱり。なんかね、SF 的な要素とかも入ってるのよ。なんか普通になんか恋愛とかトンチの効いた話なのに、最後の最後いきなりなんか、なんか、月から死者が迎えに来る話変わるんだよ。
急になんかね、スケールがね、SF 的になってすごい面白いの。かぐや姫ってね、あの、世界最古の、日本最古の SF って言われてんだよ。ちゃんと見たことあるかぐや姫。すごいね、なんか、恋愛であったりとか、生きる苦しみであったりとか、その、トンチの効いた話とかいっぱい出てくるんだけど、最後の最後のクライマックスで、ね、なぜかね、時空を飛び越えて、みたいな。なんかすごい話になるんだよね。かぐや姫は宇宙人だった。宇宙人だったっていう考え方もあるし、要は、あの、仏教的な考え方で言うと、要は、かぐや姫が何に悩んでたのかっていうと、仏教思想。要は、かぐや姫は自殺したっていう説があるのよ。要は、月に帰るっていう表現は、あの世っていう仏教的な考え方、輪廻の考え方を書いた本っていうのと、あと、現代、その、なんか陰謀論者は、宇宙人だったっていう説、二つの説があって、すごい面白いよ。だからね、物語の、なんか面白さの根本みたいなものがね、根幹みたいなのも結構あるんだよね。だから昔の人はさ、あの、文字が出来たての頃でもこんなに面白いこと考えるんだなっていう。新しいフォロワーさん、ミキさんフォローありがとう。自殺したのは聞いたことある。うん。だから仏教をちゃんと理解してるとそういう解釈ができるっていう感じかな。うん。でも、その宗教観を理解してないと物語が入ってこないっていうのは結構あるんですよ。例えばそのバットマンのダークナイトとかも、キリスト教を理解してないと、ジョーカーっていう存在が何なのかっていうのを理解できないから、だから日本では受けなかったって言われてるよね。アメリカではダークナイトも超異例の大ヒットしたんだけど、日本ではダークナイトヒットしなかったんだよ。それはね、キリスト教の価値観が分かんなかったからって言われてる。要はジョーカーってそのバットマンをずっと試すんだよ。バットマンってジョーカーに殺せ殺せって、俺のこと殺せって言われるシーンがあるんだけど、日本人だとよくわかんないじゃん。さゆさんかな。さゆさんありがとう。もしよかったらコメントしてね。うん、ワド2だけでもお疲れだけでもいいからコメントしてもらえたらね、あ、いつも見てくれてるんだなって思うから、ありがとうね、コメントしてくれて。そう、ダークナイトっていうのは完全な悪、超悪なんだけど、そうね、超悪の完全な悪っていう概念が日本人は理解できないの。要はね、サタン、要はルシファーの概念がないから。うん。ルシファーの概念っていうのは完全な悪なんだよ。うん。もともと天使だったんだけど。で、あの、ジョーカーっていうキャラって、ただ人を殺すんじゃなくて、ただ殺戮をするんじゃないのよ。あのね、人間をどんどん試していくの。人間同士に、例えばこういうシーンがあるの。船と船に人を閉じ込めておいて、お互いにボタンを渡すの。で、ボタンを押したらお前は助かると。ただ向こう側の反対側の船は爆発すると。で、どっちが先に押すか分かんないから、タイムリミット1時間な、つって。で、2つの船に人間同士を試させんの。で、もう船の中が大混乱になるっていうシーンがあるの。要は早く押せとか、いや、向こうを信じようとか。もう、すごいのよ。それが面白いの。で、ジョーカーはそれを見て、要は人間の欲望を見て、笑ってるの。ヒヒヒヒって笑ってるの。そう、堕天使、ルシファーっていうのは。もともと神様が一番信頼を寄せていた神、天使っていうのがルシフルとか、ルシファーっていうんだけど。ちなみに言うと、いつも話すんだけど、イスラム教とキリスト教って全く違う宗教だと思ってる人いるけど、キリスト教の中にルシファーって出てくるでしょ？あの、聖書。ユダヤ教にもルシファーって出てくるでしょ？イスラム教にもルシファーって出てくるんだよ。もともと同じ宗教だからね。うん。だから、神様が違うと思ってる人がいっぱいいるんだけど、イスラム教の中でイエス・キリストって聖人の一人なんだよ。これ知らないでしょ、日本人って。だから、日本人も洗脳されてるって。要は、西洋アメリカ人の宗教が押し付けられてんだよ。だから ISIS はただのテロリストって教わってるけど、あれ全然違うからね。あ、何千年も続いてる世界戦争に巻き込まれてるだけだよ。で、日本人が、骨抜きにされてるだけだよ。ヒロさんはかつ。僕なら間違いなく押しますね。そしたらだからジョーカーの思い通りってことだよ。ジョーカーの思い通りの。要はジョーカーっていうのは世界中を悪、混沌にさせたいの。だからそれがサタンの存在なのよ。要は誰かがボタンを押したら、もうそれが連鎖していくでしょ。どん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 。どん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 連鎖していくから、結局世の中が地獄になっていくの。それを作るきっかけになりたいの。だからルシファーの。この概念が日本人はよくわかんないの。なんでかっていうと、日本人の そもそもの神様の概念って面白くて、普通さ、神様っていうと、西洋的に言うと、超いい人なのよ。いいことしかしない人、全知全能なのよ。
でも日本の神様っていう概念って面白くて、なんか枕をひっくり返すだけの神様とか、ひたすら小豆だけを洗ってる神様とかいるのよ。もっとすごいのは貧乏神っていう神様で、何の役にも立たなくて人に取り付くと貧乏になるっていう神様がいるんだよ。つまりそうね、日本人にとって神様ってね、精霊信仰に近いの。何にでも神は宿るっていう八百万の神っていう、その神道の考え方が根付いてるのよ。だから神様っていうのはいたずらもするし悪いこともすると。だからね、西洋人のそのゴッドっていう概念、ヤハウェとか言うんだけど、その全知全能の神っていうのと、日本人にもともとあった神っていう言葉をね、当てつけたのは良くなかったと思うよ。そう、ツイッターフォロー返しといたぜ。ただブログしかコミュニケーション取ってねえ。別に構わんよ。うん、スインドラありがとう。初見なんかすごく面白い話ですね。あ、面白いと思ったらフォローしていただけると励みになります。ぜひぜひ追っかけてください。よろしくお願いします。ピッピさんありがとう。だからなんかそのあれおかしくないっていうことあるじゃん。実はね、そこって、実はね、すごくね、人間としてね、やっぱ勘が冴えてるところで、あれなんか変だなって言うけど、日本人ってなーなーにしちゃうんだよ、どんなことも。だけど、それをね、掘り下げるとね、真実が隠されてるんだよ。うん。真実が隠されてるの。宇宙を作ったのが神って考えるのが西洋人でしょ？メロン。俺はそうじゃないと思ってんの。宇宙に存在するすべて、宇宙そのものが神だって考えるの、俺は。あ、どうもどうも、ヒロさんありがとうございます。宇宙そのものが神だから、俺らも神のパーツの一部だって考えるの。超微細だね。そう、俺はそう考える。だから神っていうのは現象だって考えてんの。だから人じゃない。これは俺の考え方。要は西洋哲学とそう仏教的な東洋哲学の統合をしたの。俺は何時間かかったかな、15時間ぐらいかな。うん、俺はだから全てが神なんだよ。で、それと同時に全てが悪魔でもあるんだけど、イスラム教とキリスト教の戦いって一生終わらないんじゃない？終わらないだろうね。終わらないだろうね。俺も終わらないと思ってる。うん、だって無理だもん。うん、終わらないよ。考え方が根本的に違うんだもん。洗脳されてるでしょ。だからよく俺の放送ね、旗から見る人は初見さんとかなんて言うかっていうと、和道に洗脳されてるって言うのよ。逆逆、みんなは常識に洗脳されてんの。要は旗から今日初めて見た人とかはコメント欄とか見て、うわみんな和道に洗脳されてるよって思うの。最初はみんなそうなの。でもちゃんと耳を傾ける人ほど、あれ和道が言ってる方が正しいんじゃねってなるのよ。ちゃんと調べてるし、ちゃんと論理体系があるし、ちゃんと説得力があると、あれ和道が言ってる方がちゃんと勉強してんじゃないの？よくよく考えたら私噂を鵜呑みにしてただけじゃないっていう風に気づいた人たちが和道リスナーなのよ。だから簡単に言うと、俺っていうのはそう、日本社会であったりとか世界であったりとか、フリーメイソンとかいろんなものたちが作った、要はね、権力者の都合のいい構造ってあるでしょ。要は洗脳の原理だよね。それを脱洗脳してるのが和道の異常のゼミナールなんだよ。寝ないで歩きましたよ。え、でも俺はそうだと思うよ。俺はなんでかっていうと、その、なんつうんだろう。常識を疑って生きてきたから、今まで。新しいフォロワーさん紹介します。ピッピさん、マリー・アントワネットさん、ミクさん、マミーポコさん、ジュジュさん、アロエさん、フォローありがとう。結構きつかったですよ。膝ぶっ壊れましたからね。うん、膝ぶっ壊れた。例えばその和道さんの顔、ごめんね、あのね、外配信でね、カメラがぶっ壊れちゃって、今パソコンの古いパソコンの内蔵カメラなんですよ。だからちょっとしばらく画質悪いっすよ。例えばなんだけど、そもそもお金っていう概念を作ったのって誰かを知らないでしょ。お金っていう概念を作ったのが誰なのかとか知らないでしょ。あと世界で一番最初に銀行業を始めたのって実は十字軍なんだよ。あのぐしさんいらっしゃい、わざつ。世界で一番最初に銀行を作ったのって、フリーメイソンの傘下の十字軍なの。だからフリーメイソンって権力を持ってるよっていう話なんだよ。そう。もともと軍隊が作ってたの。
で、その十字軍っていうのの組織の中にフリーメイソンという概念がどんどんできていくの。だからそうなってくると世界の歴史がつながってるの。じゃあなんで日本人が戦おうとしてたのかっていう本当の歴史とかがどんどん分かってくるのよ。うん、日本人もさ、バカじゃないわけよ。なんでこんなにその江戸時代まで侍だった奴らがいきなり100年間で急激な進化をして戦わないといけなかったのかとか知らないでしょ俺ら。なんで第一次世界大戦、第二次世界大戦にアメリカと戦ったんだよ。考えられないでしょ。ジュジュさん、コメント初、初見ありがとう。昨日少し潜ってみてました。名前呼ばれてびっくりした。僕ね、フォローしてくれたら必ず名前呼ぶようにしています。嬉しいんで。よろしくお願いします。コメントしてもらえると励みになるんでね。ぜひぜひ、挨拶。始めと終わりだけ、挨拶だけでもいいんで、よろしくお願いします。ぜひ参加してください。一緒に面白い放送を作りましょう。学校の給食にパンが出るのもアメリカの洗脳。それはあるだろうね。うん。だから紙幣にフリーメイソンのことが書かれてるのか。ちなみに言うと、軍票っていうのを見たことないかもしれないけど、軍票って言ってさ、GHQ とかが紙幣発行してたやつとかにもバリバリ書いてあるよ。桜子ちゃんおはよう。あ、皆さんありがとうございます。同時閲覧100超えました。皆さん100名、同時に見てくれてる100名の皆さんありがとうございます。アメリカのお札の裏がフリーメイソン。そもそもね、フリーメイソンって何なのかっていうのをもっともっと知らないといけないし、簡単に言うとね、日本が、何と戦ってたのかっていうと、世界の権力構造、世界のトップの権力を持ってた人たちと戦ってたのよ。みんなさ、オーストラリア調べたらわかると思うんだけど、みんなオーストラリアって国だと思ってるでしょ？まあ、国は国なんだよ。合ってるんだよ。オーストラリアっていう国聞いたことあるぞ。あれの 75% 以上の土地がエリザベス女王の私有地だって知ってた？わかる？知らないでしょ。学校じゃ教えてくれないんだよ。やばいでしょ。オーストラリアっていう国土があるぞ。あれの 70% だか 80% はエリザベス女王の私有地なんだよ。うん、アマテラス大御神信仰も間違い。アマテラス大御神っていうのは、だから、国生みの物語だから、日本でいうところの聖書なんだよ。それを奪われたんだよ。だから、聖書読んだことがあっても、古事記とか読まない人が多いでしょ、今。江戸時代とかでは間違いなく教えてたんだよ。日本建国の物語だから。うん。うん。いや、勉強にはならない。暇つぶし、暇つぶし、あくまで。勉強はしないで。俺は何かを教えるっていうのが嫌いだから。うん。そう、なんか、そうじゃなくてみんなでヨタ話してるだけだから。うん。うん。いろいろだから、小学生の頃とかから、いろいろすごく考える子供だった。例えば、何を見てもなぜなぜなぜって考える子供だったのよ。だから子供の頃とか、マンホールはなんで鉄なんだろう、なんで丸なんだろうとか。マンホールってなんで丸でできてるか知ってる人いる？なんで丸なのか、マンホールが。俺は子供の頃から何を見てもなんでこれがこうなってるんだろうっていうのが気になる子供だったのよ、昔から。なぜ教科書にフリーメイソンという単語が出ないのか。出さないんだよね。出せないんだよね。なんでマンホールが丸なのかって分かる人いる？うん。その四角形とか三角形じゃ不都合があるんですよ。いつも結論を見出してきたんじゃなくて、何でもいいから自分が納得する答えを探して生きてきたかな。うん、簡単だよ。マンホールってさ、落ちたらまずいじゃん、蓋が。四角形でできたとしたら、四角形って斜めに蓋をするとガシャンって落ちるの分かる？要は、なんつうの、直線の部分と斜めの部分ってあるじゃん。要は、蓋を斜めにこうガシャってやった時に、長さが違うから落ちちゃうんだよ。蓋の、角度をずらした時の蓋が長いと落ちちゃうじゃん。でも、円で作った場合、蓋をはめた場合って、どうやって角度を変えたとしても、ね、マンホールの蓋がどうやってなったとしても蓋が下に落ちないんだよ。だから絶対穴に落ちない設計になったよ。
それを聞いた時にすげえと思ったのよ、俺は。別に何の役にも立たないんだよ。何の役にも立たないんだけど、これ何に感動するかっていうと、これを作った人は考えて作ってるんだっていうことに感動するの。そう。その、世の中にある全てのものって考えて作られてるのよ。俺らが無意識に使ってるけれども、実は、それ一個に対してすごく考えて作ってる。これをデザインって言うんだよ。デザインって創造主のことでしょ。もともとデザイナーとかデザインってどういう言葉っていうかっていうと、西洋では神様のことを、創造主のことを言うの。要は全知全能の神のことを言うのよ、デザインって。だから俺はアーティストとかデザイナーをすごく尊敬してるよっていうのはそういうことなのよ。マンホールにはマンホールを作った人間の神様がいるの。こういうのが、やっぱ、その日本的っていうのかな。八百万の神じゃないけど、生き神がいると思ってんだよ、俺は。ちなみに、明治の時に戦争なぜ起こらなかったか。要は、ペリーが開国しろっつって戦争を仕掛けてきたけど、なんで戦争起こらなかったかっていうと、日本地図を見た時に戦争をやめようってなったらしいよ。要は、日本ってさ、要は、全然文明が西洋人から見ると、文明が進んでないように見えたんだけど、伊能忠敬とかが作った精密な地図あるでしょ。あれを見た時に西洋人は超ビビったの。要はこいつら文明がないと思っていたけれども、よくよく話を聞くととんでもなく頭がいいぞっていうこと。要は地図を作るっていうのはさ、海外の人とかだとわかるけど、海外の地図って見たことある人ならわかるけど、結構ぐちゃぐちゃでしょ？形が間違えてたりするんだよ。もともと大航海時代って言って、ヨーロッパの人たちが、左側に進んだら、インドに行けると思ってた。だからアメリカ大陸に行った時に、人を見つけた時、インディアンだっつったの。要はインド人だっつったの。アホでしょ。ヨーロッパの人ってそれくらいアホだったのよ。もう海から向こうは崖だと思ってたのよ。で、大航海時代っつって、要は、インドに行くためにショートカットをする航路を見つけようって。要は、ヨーロッパをぐるっと回ったらインドだと思ってたの。だけど、アメリカ大陸っていうのを見つけて、インドに着いたーっつって、インディアンがいる、インド人だーっつって。全然違うよっていう話なのよ。うん。はい、お疲れー。亀尾さんありがとね、いつも。面白いよね。だから、西洋人っていうのが、あとね、微分積分っていう考え方あるでしょ。日本人って数学最先端じゃん。よく、数学の賞とか取るとき、日本って未だに名前上がるでしょ。なんでかっていうと、日本ってすごくて、微分積分って教わると思うんだよ。高校の時に。高校だよね。中学じゃ教わんないよね、微分積分って。未完成、若干未完成だったんだけど、日本が独学で微分積分世界で一番最初に作ったのは日本なんだよ。だからよく西洋人とかすげえすげえとか言ってるけど、日本人って江戸ぐらいだと知的レベル超高かったの。例えばなんで金融とかに強かったかっていうと、日本人ってさ、江戸時代だったのに急に明治とか大正になってもさ、急に日本頭角を現すでしょ。外交とか。なんでかっていうと、大阪で世界で初めて株とか為替の概念を取り入れてたのって大阪なの。商人の国でしょ。だから、為替とかに強かったんだよ。うん。微分積分っていうのは数学ね。微分積分。うん。高校生で習う微分積分。それを、西洋の人たちよりもより早く発見してたの。ただ未完成だったんだけど、理論は。要は証明はできてなかったんだけど、おそらくこれで合ってるだろうということで使ってたの。日本式の数学っていうのがあったのよ。すごいよね。だからね、日本に生まれたっていうのがいかにすごかったかっていうのをね、もっと認識した方がいいよ。例えば、江戸時代の頃までって、日本って飛び級だったんだよ。寺子屋って言って頭がいい人はどんどん、大学まで飛び級で行けるようなシステムだったの。だから日本人ってめちゃめちゃ頭が良かったの。うん、それぶっ壊したのも西洋人でしょ。うん。あとなんで寺が権力持ってたかっていうと、村八分になるとか言われてるの。要はね、戸籍をね、登録してたのが寺だったの。だから、寺から巻物の中から村人リストの名前を消されること、戸籍を消されることを村八分って言ったんだよ。うん、そう。だから、日本は寺が強いのよ。寺を優遇してんの。
いろんなね、背景があるんですよ。ホリエモンが学校はいらないって言ってた。ホリエモンにとってはいらないかもしんないけど、ホリエモンのダメなところ俺一発で指摘できるよ。ホリエモンって天才なんだよ、間違いなく。ホリエ貴文って頭いいし、行動力あるし、メンタル強いし、天才なんだよ。日本有数の天才なの。本当にね、10万人に1人とか100万人に1人の大天才なんだよ。だけど他の人は学校いるから、ホリエモンがいらないだけなの。ホリエモンはね、おそらく学校いらないよ。頭がいいから。自分で勉強できて、自分で考えて世の中にイノベーションを移せるんだよ。ただね、世の中って天才だけで回ってるわけじゃないんだよ。だからホリエモンの甘いのはそこ。ホリエモンの欠陥はそこなの。要はね、世の中みんな自分と同じ能力があると思ってるの。そう。これね、天才の人がよく陥る罠なんだよね。要はね、弱者の気持ちがわかんないんだよ、ホリエモンは。うん。洗脳されてない国なんかないかも。お、古代さん正解です、うん、そうなんです。洗脳ってみんな言ってるけど、まず洗脳が何なのかを理解してないのね。よく俺の放送を見てマインドコントロールだろうとかドヤ顔で言う人とかね、俺に意見ふっかけてくる人がいるのよ。いや、マインドコントロールは洗脳よりも上位概念で新しく生まれた概念なんですよとか、西洋では当たり前ですよとか言うんだけど、全然違うのね。まずアメリカでマインドコントロールっていう言葉ってほぼポピュラーじゃないんですよ。西洋だと洗脳のことなんて言うかというと、ブレインウォッシュっていう言葉が主流なのね。で、そもそも洗脳っていう概念って中国大陸で作られてるんですよ。もともと洗脳ってどこが起源になってるか話そうか。まずアメリカの兵隊さんが捕虜になったの、中国で。で、そしたら戦争が終わって帰ってくるじゃん。そしたら軍人たちが何を唱えたかっていうと、いかに中国共産党が素晴らしいかっていうことを論じ始めたの。で、頭のいい FBI とか CIA とかが、 CIA とかが、あれどうなってんだこれってなって、そう、要はなんかおかしいぞと、なんか中国でなんかされたなっていうことで研究を始めたので、そこでその薬物投与とか独自に自分たちの国でその人体実験とかを繰り返して、あ、なるほどっていうのは、人間っていうのは考え方変わると人格が変わるんだっていうことに気づいたの。それがブレインウォッシュっていう概念の、うん、だから洗脳でしょ。脳を洗うって書くでしょ、うん。アメリカなんか一番洗脳されてる国だよ。アメリカなんか超思想が偏ってるんだから。だってアメリカ人ってダーウィンの進化論とか嘘だって言ってんだよ。すごいでしょ。白人のほとんどがダーウィンの進化論嘘だって言ってんだよ。考え方を変えるのは洗脳でも何でもない。簡単に言うと、無意識下における行動領域を他人の意図で書き換えられることを洗脳っていうの。だから考え方を自分で変えたとしたら洗脳でも何でもないでしょ。ただの学習でしょ。簡単に言うと、洗脳っていうのは誰かの意思を無意識に埋め込まれることを洗脳っていうの。洗脳の概念が。だから自己洗脳っていうのは概念としてありえないの。それは自己成長とか自己啓発っていう言葉なの。だってなりたい自分になった方がいいじゃん。そう思わない？自分がなりたいなと思ってなれる自分になれるんだったら何にも悪いことないじゃん。洗脳でも何でもないじゃん。うん。考えることをさせないっていうのは洗脳の技法の一個なんだけど、オウム真理教は洗脳、バリバリ洗脳、うん、バリバリ洗脳、うん。だから洗脳っていうのは、だからオウム真理教はなぜ洗脳なのかっていうと、世の中のためにいいことしたいとか、自分が救われたいとか、幸せになりたいと思って信者になったのに、朝原の都合のいいことだけ教えられてるでしょ。本人たちは気づかずに。本人たちが気づかないで朝原の思い通りに動いてるから洗脳なんだよ。うん、そう。
要は自分が本当はこうしたいのになぜかそういう判断ができなくなってるっていうのが洗脳。おお、ちゃんまゆちゃんまゆさんから花火いただきました。ちゃんまゆありがとう。この前ちゃんまゆロムってたよ俺、うん、でしょ。怖いでしょ。そうだから洗脳の怖さってそこなんだよ。本当に洗脳されてる人っていうのは洗脳されてることに気づかないんだよ、うん。よし、シャンマユさんから花火いただきました。いきます。1回2回3回4回5回6回ありがとうございます。国家的な洗脳は怖い。全く気づかずに常識と思って育つ。でもね、教育と洗脳っていうのはそこがギリギリなの。あのね、厳密に言うと教育って呼ばれてやってることっていうのはあの洗脳と同じ技法を使ってるの。要は子供の時っていうのは脳がまっさらだからそこに埋め込むわけじゃん。だから技法としては洗脳と同じことやってんだけど、じゃあ教育と洗脳の根本的な違いは何かっていうと、国民がそれをいいと思ってるか悪いと思ってるか。要は何やっても洗脳なんだよ子供にとっては。でしょ。それを子供のためを思って知識として体系化して身につけるべきなのか、それとも親の言いなり国家の言いなりとかになったら洗脳なのよ。いつですか、変なことしてなかったですか。多分相変わらず酔っ払ってるなとは思ったけど、うんうん、昨日だか一昨日だか忘れたな。ちょっと待って、アラームが鳴ってるから止めてくる。あのね、祖先、俺がじゃあ、マリー・アントワネット、和道の言う通りだって、和道教に入るって言いたくなるような、脱洗脳をやってあげようか。マリー・アントワネットさ、その、やっていい、脱洗脳していい。今一瞬で俺が言葉だけで、マリー・アントワネットを、あ、和道が言ってる方が正しいって、その考え方変えてあげようか。どう？試してみる勇気ある？要は、脱洗脳っていうのは、実は洗脳なのね。要は和道の考え方を支持するっていうことになるから洗脳書き換えることになるけど、いい？まずね、先祖を敬いなさいって言われて、先祖を敬うことはいいことだと教わってるよね、うん、日本人って。しかも理由もなく、なんとなく。これを脱洗脳してあげる。まず、道教とか儒教っていう考え方があるんだけど、中国大陸って広大でしょ、土地が。始皇帝っていうトップがいて、膨大な属国たちを束ねるために作ったのが道教とか儒教っていう教え。要は、区分け化していったの。そう。要は、始皇帝が一番偉い。王様が次に偉い。町の町長が偉い。村長が偉い。村人で言うとお父さんが偉い。長男が偉いって言うと、ピラミッドが出来上がるの分かる。要はこれって始皇帝とか支配者側が都合がいいようにピラミッド階層を作ることによって国を統治するっていう考え方からまず生まれてんのよ。バラモン教のカースト制度と一緒なの。まあまあそこまではまあ頭では理解できるじゃん。で今度本能に訴えかけるね。本能に訴えかける。なんで動物園でお猿さんを見て尊敬しないの？うん。でしょ？だって祖先の方が偉いっていう論理で言ったら、遡って言ったら猿だっていうことを俺らは認識できてるわけじゃん。つまり
ダーウィンの進化論で教わってる西洋的な考え方、ダーウィンの進化論は正しいっていうことを分かってるわけでしょ？祖先は猿だっていうのを分かってるわけじゃん。もしくは分子レベルまで行ったらアメーバだったりするわけよ。でもアメーバとか見てもさ、うわぁ、アメーバ様ってやるべきじゃん。本当に祖先が偉いんだったら。お猿様ってやらないでしょ？猿って見下して見てるでしょ？そう。だから、どういうことかっていうと、過去に遡れば遡るほど人間の構造上愚かになるはずなのよ。IQ が下がるはずなの。だから原始人とか見て、原始人すげーとかならないでしょ。だからこの論理って破綻してるんだよ、もともと。だから祖先を大事にしないから怪我をする病気になるっていうのは確実にありえないことなの。わかる？別の論理ではありえるっていうふうに言えるかもしれないけど、祖先を大切にしないからっていう論理っていうのはもともと支配構造なんだよ。わかるでしょ？動物園に行ってお猿さんに私よりも尊い存在だって思わない限りっていうことは、その論理っていうのは矛盾が発生してるの。はい、ヤミーわだつ気づいた？初見さんいらっしゃい。気づいた？だから本当に家族を大切にしないといけないのかとかちゃんと考えた方がいいよ。うん。動物園の猿はホモサピエンスの祖先じゃないしな。これはどういうことを言うかというと、パコ太郎さん全然違うんだよ。俺が言いたいことっていうのは、猿っていうのは一個の例えであって、要は進化の過程の中で、そのなんつうんだろうな、俺らは進化の最先端にいる動物なわけじゃん。その前の発展途上の動物たちっていうのはいっぱいいるわけじゃん。ウイルスであったりとか、ウイルスであったりとか、例えばノロウイルス様とかならないでしょ。うん、ありがとうございます。つまりこの論理は破綻、先祖の方が尊いっていう論理は破綻してるんだよ、この論理からいくと。だから本当に祖先は、尊ばないといけないのかっていう儒教の教えをちゃんと解ける人ってこの中にいないと思うよ、俺。なんでかっていうと、日本人っていうのは道教、儒教っていうのを勉強してないから。なんで祖先を敬わないといけないか、ちゃんと体系的に話せないでしょ。なんとなくでしょ。親に言われたからとかでしょ。だから洗脳されてるよっていうのはそういうことなのよ。それこそその倫理観を問うんだったら日本なんか狂ってるよね。絶対神である神様の前で、キリスト教の教会で神様に結婚を誓うのに3組に1人は別れるんだよ。神様を裏切るんだよ。そういう国だから日本は。うん、うん、この世に産み落としていただいたことに感謝しろ。まあそれは大切な価値観かもしれないよね。どう捉えるかだから。だけど、洗脳するときっていうのは必ず言語でこういうことをやんの。要はね、徹底的に脅した後、徹底的に優しくするの。これ、吊り橋効果みたいなもんで、要は、霊能力者とか占い師っていうのは必ず悪いこと言うのよ。で、徹底的に脅すの。あんた死ぬわよとか、あんた不幸になるわよ。あんた怪我するわよって。でも大丈夫。私の言うこと聞いたら大丈夫だからっていうの。これ、洗脳仕掛ける側がよくやることなんだよ。うん、脅した後っていうのは、人間って恐怖を感じると、行動が本能的になるっていうのはわかるでしょ？喧嘩するときとかってさ、頭が回らないじゃん。カッカカッカして。だから、徹底的に脅して、情動記憶っていうのを呼び起こさせて、本能、動物に近い状態にするのよ。そうするとね、もうすぐ入るの、言葉が。鵜呑みにしちゃうの。細木和子もだから上手いよね、そういう部分では。ちゃんと勉強してるよね。だプロだよ、プロ。プロ霊能力者だよ。うん。いや、プロって名前がつくってことはビジネスってことだから。でしょ？要は、あれは芸風として正しいんだよ。占い師としては。占いが当たってるかどうかを議論することがバカバカしいの。芸風なの、あれは。芸人さん。だからトークライブよ。そのエンターテインメントとしてはすごい優れてると思うよ。うん。でも占い師は言い方とかは違うかもしれないけど、基本的にはこの論理体系を絶対使ってる。必ず脅す。で、脅して脅して脅して震え上がったところで助けてあげるよって
要はね、母性とかを、母性、要は母親とかこの人すごいと思わせるテクニックを持ってるのよ。そうすることによって依存するから。で、100人が100人引っかからなくていいの。100人に1人とか、100人に2人とか、確率的にそれに依存する体質の人っているんだよ。だから、新興宗教とか渡り歩く人ってね、結局ね、神様を変えてるだけでね、誰かに依存したいっていう欲求を満たしてるだけなんだよ。うん。でしょ？一番近い祖先である母親にひどい目に遭ってきたけど、それでも感謝しろっていうわけでしょ。だから論理が破綻してるんだよ。あ、うん、潰れた潰れた。大丈夫大丈夫。足大丈夫。今はもう乾燥したよ。大丈夫です。ありがとうね、心配してくれて。だから親にもいい人もいれば親にも悪い人いるよねっていう話を俺が言ってんのは、普遍的なこと言ってんの。いい人もいれば悪い人もいるよね。ただいい親に出会うかどうかはわからないよね。だから付き合う人っていうのは選びましょうね。普通のことを言ってるつもりなのよ。親不幸でも何でもないじゃん。親の中には犯罪者もいればさ、自分と馬が合わない人も絶対いるんだよ。だから親だから信頼しないといけないとか、子供だから信頼しないといけないとか、それは論理破綻してるじゃん。普通のことなんだよ。自分にとっていい人生、自分にとって本当に豊かな人生を選ぶためには、親であろうが何であろうが付き合いは選ばないとダメだよねっていうことを俺は言ってんのよ。こんな当たり前のことを言ってて批判されるっておかしいよな。なんだお前、親のことをなんだ尊敬してないのかって。いや、親だから全部尊敬するっていうのは洗脳されてるでしょって。うん、親の中にはろくでもないやついっぱいいるじゃんって。ニュース見てるって。ちゃんとニュース見てないでしょあなたって、うん、でしょ。当たり前のこと言ってるだけなんだよ、うん、付き合う人選びなっていうだけよ、うん、おはようマチルダ、おはよう。お腹すいたな。それでも親を大切にしないと自分の子供と疎遠になるって脅される。うん、脅されるんだ、うん、逆に言いたいんだけど、逆に言うんだけど、俺ね、もう的確なことを言っちゃって申し訳ないかもしれないけど、マリー・アントワネットがなんで洗脳されてるかっていうとズバリ言うけど、なんでその論理が間違ってるって気づいてるのに、なんでそこに通っちゃうのかだよね、うん、これが洗脳なんだよ。わかる？依存してるのわかるでしょ。その人が言ってること間違えてるって理性ではわかってるんだけど、本能では安らいだりしてるでしょ。その人のことどっかで尊敬しちゃってるでしょ。その人に頼ってる自分がいるでしょ。わかるでしょ。うん、これが洗脳なの。要はね、心の弱さにつけ込んでくるからね、うん、これもう全部の宗教に言えることだから。自分の心の弱さにつけ込んでくるから。だから自分のことを変えない限りっていうのは、いつまでも詐欺師みたいなのにつきまとわれるよ。いいかもだよ、うん、そうでしょ、うん、でしょ。そう、どっかでその人間違ってるっていう批判だからね、親みたいになっちゃってんだよ。普通ね、思春期ってそういうのを迎えるの。でね、この思春期をこじらせると、要はお父さんとかお母さんとか戦うんだよ、必ず。普通の家庭。でも、思春期にこれをやらないとこじらせるんだよ。でしょ？だからね、多分ね、マリー・アントワネットはね、お母さんとかお父さんと、その、向き合うべき時間っていうのがなかったんだよ、機会として。だから、親みたいな存在を求めちゃうの。要は説教してくれる人はありがたいって。で、疎ましくもあるの。疎ましいんだけど、実はいてほしいっていうね。なんかね、複雑なね、その弱みみたいなものにつけ込んできて揺さぶってくるんだよ。でも、それは別に悪いことではないかもしれないけど、誰についていくかで人生変わるからね。うん。それが本当に自分にとっていいことかどうかを選びな。うん。俺は別に、宗教家の中にも本物の宗教家もいると思ってるから。だから偽物もいっぱいいると思ってるから。だからそれはよく自分で見極めな。娘が言ってくれた言葉で救われたことあったんだけど、子供が親を選んで生まれてくるんだよって言ってくれた時、なんか嬉しかった。
そうだよ。あの、結局、そういうことなんだよ。あのね、子供が親を選ぶか、それが本当か嘘かなんかどうでもいいんだよ。でしょ？そんなことを聞いてるわけじゃないんだよ。人間っていうのは、その、そんなに理路整然と生きてないのよ。嘘でも間違ってても、嬉しい言葉ってあっちゃうんだよ。これが厄介なんだよ。これがまさに厄介なところなんだよ。間違ってるとかじゃないんだよ。感動したいんだよ、ただ。要は喜んだり泣いたり怒ったり笑ったりしたいだけなの、人間って。だから間違った道っていうのを選んじゃったりもするのよ。理論としては間違ってるんだけど、感動できる言葉の方が尊いんだよ、人間って。そう。だから信者、要は誰かについてくる人っていうのは心が綺麗な人ばっかりでしょ。うん。要はそこにつけ込むやつっていうのは必ずいるわけよ。俺だから宗教を信じてる人とかって、あの、かわいそうだなと思うのは、みんな心が綺麗なんだよね。うん。だって神様を信じてるってさ、心が綺麗じゃん。サンタクロースいるんだっていうことでしょ？かわいいじゃん。うん。ただ、サンタクロースはいるっつっても害はないかもしんないけどさ、ね、その、宗教の教えの中でなぜか知んないけど、月謝を払わないとか いけないとか、免罪符みたいな話で、あの、お金を払うとあの世が良くなるとかさ、絶対そういう論理が入ってるでしょ。絶対おかしいじゃん。どんなにさ、サンタクロースさんいいねって、素敵だねっていう話で終わればいいものをさ、なぜそこにビジネスが挟んでくるんだっていうのが俺は理解できなかったね。だから、戒名とか、まあ、それを言うのは仏教とかでさ、死んだ時に名前を与えるとあの世で位の高いあの世に行けるとかさ、もう狂ってんなとか思って、うん、200万円の名前にします、30万円の名前にしますってすごくない？俺はすごいと思ったよ、うん、だって仏教なんか本来お墓なんか建てないんだから、うん、死んだらゴミって教えてんだから死んだらゴミなんだよ、うん、死んだらゴミとまでは言ってないけど、死んだら何も残らないっつってんだから、うん、その辺にばらまいとけって話じゃん、うん、お墓を建てるってことはそもそも死んだ人間に対して依存してるってことだからね。だからお墓を守ることがいいことっていうのは果たして誰の都合なのかだよね。お墓ビジネスをやりたい人の都合なんじゃないのって俺はどうしても見えちゃうよ。お墓参りしてて偉いねっていう人は果たして誰なんだろうね、うん、お坊さんなんじゃないの？そのお坊さんはお金取らないんじゃないの？ね、本当に尊いんだったらお金取ってるじゃんねしかも法外なね、金踏んだくってるわけでしょ。なんで石の塊が200万すんだよ、うん、俺は坊さんに聞いてみたいよね。なんでこんなただのものなのに200万円もするんですか？本当にいいことだったらあなたが勝手にやればいいんじゃないですか、私有地でって。なんであなたはそれを金を取るんですかって聞いてみたいよね。なんて答えんだろうね、坊さんは。多分怒り狂うだろうね、うん、お坊さん金持ちで夜遊びするイメージ。やっぱ成田もそうだったよね、うん、肉は食うわ女は買うわすごかったよ、成田の坊さんは生きてる時に大切にしてあげなかったお詫びとして墓参りして自己満足してる感じかな。それはね、自己満足じゃないよ。そう、自己満足なんだけど、結局ね、生きてる時に大切にしないとダメなんだよ。でしょ？お墓の前でやるっていうのは結局自分の罪滅ぼしでしかないんだよ。自分を許せない自分と向き合うだけでしょ？それってネガティブな感情じゃん。そう、前に進めなくなることだと思ってるの、俺は。はい、ワード2、チビタいらっしゃい。でしょ？いつもだから早期イメージしちゃうじゃん、悪かったこと。だから、いつも言ってるけど、あの、今しか生きることはできないの。うん。過去を見ても、未来を見てもダメなんだよ。うん。うん。だって死んだら取り返しつかないんだから。だからよく言うの、お墓っていうのは死んだ人のためにあるんじゃなくて生き残った人のために作ってるんだよって。でしょ？でしょ？死んだ人のためとか言ってるけど全然違うのよ。
要はね、これね、お墓っていうのを研究して、なんでお墓っていう概念が生まれたのか、うん、っていうのを研究してて、ある一説によるとなんだけど、面白いのが、死者が生き返るのが怖いから、あんな重たい石を詰め込んでるんだよ。でしょ？人間ってアメリカ人だったらゾンビ。日本人だったら幽霊。必ずお墓が出てくるでしょ？死者が蘇ったら怖いでしょ？だからあんな重たい石で封じ込めてんだよ。あれは人間の怖さの象徴なのよ。俺は怖くないのよ。でしょ？だからあれっていうのは人間の怖さの象徴なの。想像したくないの。死んだ人が生き返ってほしくないの。怖いから石乗せてんだよ。あれは最後まで永遠に残るようにじゃないの。人間の本能なんだよ。石で封じ込めてんの。もう生き返らないでくれって。迷惑だって。そういうね、深層心理が俺はあるんじゃないかなって思ってんの。そう。だから死者の呪いなんだよ。人間は死が怖いんだよ。これって和道さんに洗脳されてるんじゃないよね。あ、あのね、洗脳とは違うんだよ。うん。例えばね、なんだろうな。さっきも言ったんだけど、洗脳の定義っていうのは、俺がみんなの無意識において、無意識の行動を操って、俺が思い描いた通りにみんなが動くようになったら洗脳なの。でも俺がやってるのは脱洗脳だよっていうのはどういうことかっていうと、みんなが洗脳されててみんなのためになることを教えてるわけじゃん。俺にメリットがないわけじゃん。みんながちゃんと考えるっていうことを身につけたりとか、変な宗教に騙されないためにやってるわけよ。だから洗脳の定義から外れてる感じがする。うん。でしょ？だって、その、お墓でぼったくられないように知識を身につけてるだけじゃん。でしょ？だって割り箸でも刺しとけばいいんだから、土埋めて。そう思わない。うん。そう。これで俺が、俺の墓の方がいい墓だよって言い始めたら、やばいよ。でしょ？これで俺が、なんか壺かなんか出してきて、こっちの方がいいよって話をしたら、これは洗脳ですよ。それを買っちゃったら。あ、私、和道さんの作ったお墓に入りたいって言い始めたら、もう完全にカルト。うん。でも、はっきり言うよ。それはやろうと思ったら俺はできるよ。やろうと思ったらできるよ。みんなに例えば、ネックレスだか、壺だかわかんないよ。パワーストーンでも何でもいいのよ。もう本当にその辺に死んでる猫でもいいわ。もう、どんなゴミでもいいのよ。売れるよ、はっきり言って。うん。売れますよ、俺は。あ、グッズ販売ってそういうことだと思ってるけど、グッズ販売の根本的なね、違いっていうのは何なのかっていうと、まず俺が買ってくれっていうことを言ってない。興味があれば買いなさいっていう、なんかあの、野菜、あのさ、地方にある野菜屋さんみたいなのあるじゃん。あんな感じのシステムやってんのよ。要は営業マンがいないの。もう勝手になんかお店あそこのところにうちの野菜置いてあるからお金入れたら持ってっていいよみたいなシステムだよ。だから洗脳しようがないの。もう欲しいと思った人だけが買えるっていう仕組みなの。だからこれは俺の優しさだよね。うん。両親だよ。ああ、あそこら辺に売ってるから勝手にお金払っといてって家に届くからって言ってるだけだから。だからグッズはね、洗脳ではないですよ。俺がプレゼンテーションして買わされたらまずいと思うよ。うん。買っちゃうかもしれない。嘘です。ああ、多分ね、俺の T シャツとかパーカー着てる人は幸せになれると思うよ。うん。頭いいやつが着てるからね。頭いいし美人だし、モテるやつしか着てないからね。あれだからね、この放送を理解できるってことは頭がいいっていう証拠だから、俺の T シャツ着てるっていうことはやっぱ頭がいい人間しか着ないよね。知的特権階級しか着てないっていうね、あの、由緒正しき制服ですよ。いやー、どうだろうね。儲かることは悪いことじゃないっていうのは、俺は違うと思ってるね。やっぱキリスト教はね、ブチギレ、イエスキリストはブチギレたからね、金儲けしてるときにね。うん。うん。いや、俺頭悪いと思うよ、正直。なんでかっていうと、自己都合な弁論っていうのは一切してないのよ、俺。この90分間の弁論で、その自分に都合のいいことは一切言ってないのに、あの、なんか、そうだと勘違いしてる人がいるっていう時点で、なんか俺は、あんまりリテラシーが高くないなっていうふうに思う。
うん、そう思うよやっぱり。だって今のさ話の中で俺間違ってること一つも言ってないと思う。難しい言葉を使うから分かりにくい。多分ね、それ最初から見てないからだよ。あの途中から見たからだと思うよ。最初からこのタイムシフト見たら分かるように説明してる。うん。どんな人でも分かる言葉を選んでる。なぜなぜと思いながら生きて、解明して生きていこうとしてるところ尊敬します。それはね、いいところでもあって悪いところでもあるんだよね。俺だからさ、いつも言うけど、幼稚園生の時には、今来たでしょ？だからだよ。だからさ、途中から来て判断するのは良くないよ。やっぱり。例えばさ、例えばね、千秋さん、こういうこと、わかりやすく言うね。安室奈美恵のコンサートの、もう、ラスト10分のところで、ブワーって会場が盛り上がってるところに、遅れてきたと。なんだよ、この曲歌ってねえじゃん。全然ダメじゃん、このライブって言ったらさ、周りの人たちからしたらさ、いやいや、最初の方にその曲やったよっていう話になるわけじゃん。でも、本人が遅れてきてさ、途中から見て、もうクライマックスの感動のところで盛り上がれないのはさ、最初から見てないのが原因なわけじゃん。でしょ？そう。それで、安室奈美恵に文句言っても、いやって、安室奈美恵もね、ちょっとどうなのってなるでしょ。そういうことよ。うん。だから、今度は頭から見てみればいいよ。頭から見てみて、あ、こういう、だから偏見は取り払った方がいいよ、やっぱり。うん。途中から来てもね、やっぱりね、ちゃんと話を聞いてみたら、やっぱ誤解って解けるよ。うん。その人のことをちゃんと知るには、その人の話をね、やっぱ10分、20分聞いてみないとわかんない。うん。ワドンさん、ひょっとして未来人。いや、だから俺はよく言ってる、よく言ってるけど、時間はないから。うん。未来も過去もないのよ。未来も過去も人間が作ってる想像でしかないの。うん。だから俺は未来と過去はないと思ってる。今しか生きられないのが人間だと思ってる。何の仕事されてるんですか？障害者の施設で働いてますね。今、LINE スタンプ作ってます。はい。もしよかったら、LINE スタンプ、もうすぐ販売されるんで、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。はい、行ってらっしゃい。ジュジュさん、また来てね。フォローしてね。ありがとね。もうそろそろ俺も仕事だな、行かないと。和道さんの話はワクワクします。あれだよ、でもあれだよ、所詮その辺のおっさんが話してる話だと思って聞かないとダメだよ。人の話は半分に聞けって言うでしょ。俺の話を鵜呑みにしてたらそれもまたバカよ。うん、それは強く言っておくから。そう、真に受けたらダメなの。所詮人の話だから。自分が体験したことが全てだから。はい、みなちゃんありがとね、いつも。バイバイ。いや、別に、和道のスタンプ、和道の販売してるスタンプ欲しいっていう風に言ってくれたら URL 送るよ、全然。Twitter とかで。DM とか送るよ、販売ページ。うん。はいはい、千秋さん、ありがとね。うん。結構リスナーさんが使ってくれてるんですよ。みんな仕事かな、これから。バーガープレゼントありがとう。うん。私も福祉の仕事してます。でも元気が出ないときどうしたらいいですかね。いやー福祉の仕事をしてるのと元気が出ないときの関連性が僕にはよくわからないんですけど、元気が出ないときどうしたらいいかっていう質問には答えられるかな。元気出せばいいんじゃないですか。あのね、出ないものは出すしかないっすよ。出ないものは出すしかないんですよ。うん。あれじゃないですか、ヒロポンとか打てばいいんじゃないですか、こうやってパンパンつって。ああつって元気出るんじゃないですか。うん。まあ違法ですけどね。僕はおすすめしませんけど。元気出るらしいですよ、噂によると。うん。ヒロポン。どうなんですかね。僕は違法行為はおすすめしませんが。仕事だるいみたいな、利用者の前で言えないとき。
いや、俺利用者側だからな。俺利用者側だから。職員さんが、職員さんがだるいなっていうのは、だるいって言っちゃえばいいんじゃないですか、もう。もう今日だるいっすって。わかんないけど。いや、知らないっすね、それは。それは、自分、それ俺利用者側なんで、職員さんがだるいなとか、もう、知らないっすよ、そんな。働けって話ですよ。そこまで責任持てないですよ、僕。そこまで他人の人生にコミットできないんで。知らないっす。ダリーとか言ってればいいんじゃないですか。洗脳ってすぐ解けるものなのかな？解けないね。洗脳はすぐ解けないね。いや、面白いっつうかさ。そんなさ、はっきり言うけど、みんな仕事だるいから。みんな仕事だるいから。ごく一部の人間だけだから。みんな仕事だるいから。その中でいかに面白くするかなんじゃないの？わかんないけど。そうじゃないの？俺は仕事は基本、金もらうことは基本的にだるいことだと思ってるけど。誰かがやりたくないことだから金払って誰かにやらせるってことでしょ。だから、もう労働階級には、もうだから、なんか、同僚と楽しく仕事するとか、もう労働者は労働者の楽しみがあると思ってるから、開き直って楽しく、少しでも楽しく仕事をするっていう。もう笑顔で仲間たちとダリーなっていう。だから、あれですよ。多分職場の、職員さんも、会社の上司もみんなだるいと思ってるはずなんで、今日だるかったっすねって、で、酒飲むのが一番いいと思いますよ。一緒にだるいだるいって言うのが一番いいと思いますよ。だるかったなーっつって。でも明日も頑張ろうなーっつって。で、利用者は利用者でだりーだりーっつってんだから。でもそういうことが言える会社が俺いい会社だと思うけどな。だりーけど頑張ろうぜっつって。だりーよなーみたいな。でも頑張ろうぜっていう会社がいい会社だと思うけどね。俺はそういう会社はどんなに過酷でも俺はホワイトだと思うけどな。言いたいことが言えるっていうのはすげえいいことだと思うけど。バーガープレゼントありがとう。なあ、一部の人間だけだよね。だるくない仕事をやってる人って。みんなだるいよな。でも俺はそのだるい中でだるくないかのように働いてるやつはかっこいいと思うけどな。そう。もうだるさとの戦いだから。中にはね、生きてるのもだるいっていう人もいるからね。もう生きてくのめんどくせえからっていう人も中にはいるからね。仕事行かねえとな。タバコ切れたな。行きたくない。生きるためにしゃーなしで働いてる。スナックだから酔ったらこっちのもんかな。いや、俺スナックは結構いい職場だと思うけどね。なんか人と人とか関わるコミュニケーションだからやりがいはあると思うよ、やっぱ。だからそのなんつーの、いいお客さんつかめるかは自分次第だから。あ、ぜひぜひ、ピッピさんありがとうございます。俺も仕事だよ、もう行かないとね。膝大丈夫ですか？あのね、大丈夫だと思って1分ぐらい普通に歩けたの。本当にちょっと痛いなぐらいで1分ぐらい普通に歩けたから、あ、いけるいける、俺の体すげえと思ったら5分後激痛。5分後で、なんか、えぇーとか言い始めたまた。で、のんたんが、やっぱ家帰ろ、やっぱ家帰ろ、って。ね、やっぱね、感知はしてないよね、まだね。いや、最初の1分間だけ無敵状態で、すげえ俺の体だと思ったけど、5分後ぶっ壊れんの。そんな簡単に治るわけねえよな。あんだけ叫んで歩いてたんだもんな。無理はしないよ。無理はしない。無理はしません。
いやーでも生きてたら面白いことあるぜ。ねえ、例えばね、34歳だと思ってた彼女がね、47歳だったりね。何があるかわかんないですからね、人生は。そんなことある？ね、人生でそんなことある？みんな。34歳だと思ってた彼女が実は37歳だった、47歳だったっていう経験を俺は昨日してるんだよ。なかなか衝撃的だったよ、本当に。もう人生で一番笑ったわ。いや、こんなんのいじるでしょ。47だね。いや、47 本当だよ。本当本当。いやーでも可愛らしいなと思うよ。47でそんな可愛らしい行動を取れるのが奇跡だと思ってるから。可愛いよね。いやーすごいよな。のんたんは天才だなっていう。のんたんのツイッター見てみ。のんたんの今朝のツイッターすごいことになってるから。俺31だね。31だから16個上だね。彼女16個上だよ。知らなかったよ、全然。昨日弟さんと挨拶したら、弟さんが気まずそうに暴露してのんたん号泣してたんだ。いや、人生全部ネタだから笑った方がいい。なかなかやるどころじゃない。免許証偽造してまで嘘ついてたかんね。のんたんの今朝のツイート、みんな、いいねボタン押してあげて。ネットの中にいたのりこという人格はいなくなったっていうツイートしてるから。いやー、面白いよね。ネットの中にいたのりこという人格はいなくなったとか。34歳設定が崩壊したから。いや、笑うよね。慰めてあげて。慰めてあげてください。16個上ってすごいよな。俺だって、なんかね、ちょいちょい話したの。3個上だから、俺が中3の時、のんたん高1でしょみたいな話をよくするじゃん。だから、ちょうど俺この時これ流行ってたよねみたいな話しても、なんか仕方するんだよ。そりゃそうだよな。俺が0歳の時、のんたん16歳だし、俺が16歳の時、のんたん32歳だからね。それ、辻褄合わねえわな。全然辻褄合わねえわ。全然合わないよね、それ。いや、みんなは気づいてなんか、みんなは、40代だと思ってたらしいよ。ねえ。いや、のんたん、ポケベル世代でしょとか言ってたけど、全然ポケベル世代じゃないからね。のんたんの時、たまごっち流行ってたでしょ。全然流行ってないからね。のんたん、たまごっち知らないから。すごいよな。全然違うからね。今まで話してた会話、全然違うことになってるからね。もう、ぐちゃぐちゃだから、ほんと。想定をかなり上回ったから。いや、そういうことでしょ、結局。ドラゴンクエスト5、6、何、どれが一番面白かった ?4。違うから、のんたん1だから。ドラゴンクエスト1だから、のんたん。ファイナルファンタジーもドラゴンクエストも1だから。なんならファミコンのスーパーマリオも世代じゃないから。マリオブラザーズだから。レクチーいらっしゃい。おい、レクチー、お前、騙されたんだけど、俺、のんたんに。おい、衝撃だったんだけど、昨日。レクチー。のんたん47だったんだけど。レクチー気づいてた？俺マジで気づかなかったんだけど、34だと思い込んでたんだけど。どう思う、レクチー？レクチーはのんたんに何回も会ったことあるから。いやー、若いよね。まあ、気持ちが若いからね。いや、えぐるだろ。えぐるわ、そんなもん。あと3年、だから、アラフィフだかんね。アラフィフだかんね。うん、若いとか若いじゃねえよ。ふざけんな。壮大な嘘をつかれてたんだよ、俺。
いや、若いじゃねえよ。一歳違いなんだ。違う、だから47っつったのは、本当は34だよって免許証を見せられてて、で、リスナーに特定とかうざいし、ネタになるから47って俺が言ったの。俺が47っていう設定面白いから、ノンタンに吹き込んでたつもりだったの。要はいろんなところで47って言えって俺が言ってたのよ。そしたらまさか47だったんだよ。ありえないだろ。俺はだから設定で言った47っていうのがビタビタに合ってたんだよ。予言をしてたんだよ。俺はだから本当は34のつもりで付き合ってたんだよ。それがマジだったんだよ。俺の設定が、俺が広げた嘘が本当だったんだよ。当たってたっていうね。設定じゃなかったんだよ。マジだったんだよ。すごいよね。かなり多めで、かなり面白いと思ったのが、本当だったっていう。いやー、すごいよな。すごいよね。のんたんかなりへこんでたかんな。のんたんかなりへこんでるからね。勘が鋭い。いやー、俺はもう完全に勘じゃないよね。ていうか、女の人の年齢はわかんねえわ。可愛いから大丈夫だよ。何が大丈夫で何がダメかもうわかんないよね。いや、俺、何が大丈夫、大丈夫じゃないから大丈夫って言ってんでしょ。本当に大丈夫だったら大丈夫とか言わないから。ずっと聞いてたけど、家事がままならなくなるので落ちますね。今日は本当にありがとうございました。個人的な話。いや、全然全然。マリー・アントワネットさん、ありがとうね。盛り上げてくれて。また遊びに来て。暇な時にね。周りは分かってたから凹む必要ない。いや、凹むっていうか、なんつうの。例えばさ、なんだろう。だから、なんか、こういう話にすごく似てて。ワド、実はお父さんは、お父さんじゃないみたいな話。すごい似てるんだよ。そこまで重くないけど、これに近いんだよ、すごく。お前の父さんは別の人だみたいな。みたいな。俺父さんだと思ってたの、父さんじゃなかったのみたいな。父さんは父さんだと思ってる。どういうことみたいな。本当のお父さんって何みたいな。父さんは今でも父さんだと思っているよ。そうなの？でも本当のお父さんいるんでしょ？いる。どういうこと？って。お父さんが二人いるんだ。みたいな。もういいよ、わかんないよ。みたいな。そういう話でしょ？のんたんは34歳だ。でも本当は37歳だ。どういうこと？つって。いや、でもインターネットの中では34歳という設定である。どうかこれを守っていただきたい。でも、日本国戸籍上は47歳だ。さあどうする？みたいな。いや、どうするじゃねえよ。なんで嘘ついてんだよ、みたいな。そういう、それにすごく近いと思うよ。なんか、気分的には。だから、ショック受けるでしょ。それで周りの友達とかがさ、大丈夫だよって言うかもしんないけど、絶対大丈夫じゃないんだよ。絶対大丈夫じゃないんだよ。いやー、すごいよね。ツイッターにリプしたので、暇な時に見てみてください。あー、見てみます。来てないよ。ツイッター来てないよ、大輔さん。いや、俺じゃない人に送ってない。俺のツイッターに送ってる？来てないよ。大輔さん。俺じゃない、偽物に送ってんじゃないの、それ。どれだ？俺、偽物いっぱいいるからね。気をつけて。偽アカだろうね、多分ね。俺の偽アカに飛ばしてるんだろうね、多分。偽物の方にリープ飛ばしちゃったんだよ。大輔さん、いるか？フォロワーに。
大輔さん、そもそもフォロワーにいるのか、いなくね。俺のフォロワーの中に大輔さんいないんだけど。偽物だって1万体ぐらいいるよ、ツイッター上に。俺の偽物。多分ね、大輔さん俺のことフォローしてないね。俺の本アカ。あ、いた。いた。今、いいねボタン押すよ。このツイッターは非公開です。なんだこれ。非公開かい。非公開だったらいいねボタン押せねえじゃん。まあいいや、そろそろ仕事行くわ、俺。お疲れ。仕事行きまーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。